咲かせましょう。ド派手な花を咲かせましょう。それはくだらないことだけど大切なこと。頭に花を咲かせましょう。モンシロチョウも飛ばしましょう。それは幸せなこと。それはハッピーな。この番組はご覧の提供でお送りします。映像で故国の魅力伝えたい。今回も JR 安土駅から徒歩2分にあります安土楽市楽座館からお届けしております。はい、ここからは歴史深くて自然が豊か、そして交通の便もよく住みやすい安土町の魅力をお届けする安土 PR コーナーです。はい、はい、今回は来たる12月7日に開催されます、こちら安土楽市楽座館で行われますイベントをご紹介いたします。落ち着いて。はい、はい、ということでゲストをお招きしております。はい、安土楽市楽座館代表の滋賀産業株式会社熊木さんです。よろしくお願いします。こんにちは、ご苦労さんでございます。よろしくお願いします。ということでコーヒーも準備していただきまして、はい、はい、どうぞ楽市の喫茶の方の美味しいコーヒーを召し上がって。はい、ありがとうございます。はい、ということでいつもお世話になっております。はい、で、熊木さんに、楽市楽座館周年祭開催近づいているので、そちら PR していただきたいなと思います。はい、ということで改めてお伺いしますけれども、はい、楽市楽座館の始まりはいつなんですか？いつ頃からなんですかね？そうですね、ちょうどこの楽市楽座館の7周年感謝祭というようなことを今回のやつで言っておりますが、はい、立ち上がりは平成19年の12月より出発をいたしました。ここ元滋賀銀行さんの後で、はい、それから琵琶湖用水さんの事務所になり、はい、それが閉まったままになっておりましたので、ここの地元の有志が20名が出資をしまして、まあ、町並みを守る会というようなことで運営を、まあ、今しているところでございます。そうだったんですね。はい、12月7日に開催される周年祭とはどのようなものですか？はい、そうですね、まあ主にここの地元の、まあ、感謝をするいうようなことで、まあ、ここの上洛寺空流ですか、ここの、まあ、400軒ほどございますので、そこの、まあ、住民さんの、まあ、いつもこちらの方へ出入りをこうやって、新鮮な野菜やら物産やら、ここの安土の、商品なんかを、まあ、PR をしているのにご協力いただいて、まあ、お客さんとして来ていただいているお方が、この感謝祭にね、喜んでこういうふうに来ていただくような形になっております。はい、これですよね、トマトとか、はい、ドーナツもあります。はい、そうですね、はい、そうなんです、このトマト美味しいらしいですよ。そうですね、これも、はい、大中の徳田さんというのはね、はい、まあ、トマトやっぱりハウス10棟ほどの大きいやつを持って年間通じて、まあ、やっていただいてるわけ。そうなんですね。はい、さらに当日は私たちの出番が最初とお伺いしたんですけれども、はい、そうですね、はい、ここもミコテレビさんが、はい、この今年から今年いうか、ここの楽市のとこで毎月土曜日第1週目の土曜日というようなことでスタジオとしてここをお使いいただいてたもんやから、はい、まあ、一応この1年間のここの流れというようなやつを、まあ、一つ
サポートとして報告をこういうふうにしていただけたら、この周年祭に花が咲くのと違うかなと、そういうふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ頑張ってね、はい、私たち一番、はい、トップバッターですからね、はい、勢いよくしないと引っかかってこけちゃったら、はい、はい、ということでね、頑張りたいなと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします、はい、さらにね、はい、こちらの楽市楽座館のページが私たちのページに載るんですよ。ホームページですか。はい、発表されるんです、当日。はい、はい、ありがとうございます。各、まあ、会員さんから、まあ、この安土の地場のやはり、変わったやっぱり仕事してる方やら、いろんな、まあ、業種のお店がございますので、まあ、そういう点も踏まえてここからまた発信していただけたら、まあ、ありがたいかと思います。はいはいはい。さあ、これからなんですけど、楽市楽座館8年目が始まるんですよね。そうですね、はい、ということで、はい、どんな楽座館にしていきたいですか。そうですね、まあ、今回もこのプログラムの中に入れてますが、まあ、若いやっぱり人が寄ってくれはるというような、まあ、この楽市の館に守ってはいきたいですが、そこで、まあ、いろんな、まあ、こういうような巫女さんのお力やら、やはりここからの発信するいろんな企画イベントというような形のもんを、まあ、生かしてきて、まあ、ここの安土の駅前の商店街、また若者が寄ってくるような、一つそういうような、やはり楽市にしたいなというような思いはあります。ありがとうございます。はい、じゃあもう楽市楽座館とミコ TV で頑張って安土を盛り上げていこうって感じですね、はいはい、そうですね、はい、では最後にですね、皆さんに周年祭の告知をお願いします、はい、今度12月の7日日曜日ですが、10時からだいたい3時まで、開催をさせてもらうと、感謝祭をさせていただくというようなことで、この主催としては安土楽市楽座館が、まあ、主催で、まあ、10時半から開演で、まあ、あとはお餅つき、これは、まあ、皆さんに、まあ、感謝の気持ちで無料で、食べていただくというようなことと、まあ、その他に模擬店としては、ここの信長うどん、それから焼き鳥、みたらし団子、飲み物というような、まあ、模擬店もございますの、楽市の座敷鑑賞会というようなことで、まあ、一番目には話術、まあ、次に今の手品ですね、あとは最後、まあ、にやかにこの陣頓劇団というようなことで、何が出てくるか分かりませんねけど、まあ、にやかに皆さんを楽しますというようなことで、来ていただくと、大体3時ごろぐらいまでこのようにそんな催しをしたいと思ってます。ありがとうございます。本当にもう盛りだくさんということですので、はい、ぜひ皆さん楽市楽座館に12月7日遊びに来てください。よろしくお願いいたします。面白いイベントもあります、はい、新鮮なお野菜、はい、美味しい一品もありますよ。ありますね、はい、ぜひね、私たち当日オープニング飾りますので、ぜひちょっと朝早いですけれども、ね、ぜひ楽市楽座館にお越しください。はい、では、ね、熊木さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後のコーナーもお楽しみに。勘違い、本当に大事なものはそう多くない。理解したように笑うけど、本当はね、笑った顔をインプットして楽しい。場所はないと君
ない理由もない、ただ意味ならちゃんとあるの、本当だよ、伝えても意味はないかも、信じないよ。現在近くに君から約38440km の位置、僕の活動限界内で君にたどり着く可能性 0% 詳細 0.00001% 大丈夫。